ホテルシェレナはかつて神戸市中央区元町通り6丁目に存在したホテル。かつては関西最大級の結婚式場でもあった。西元町駅からホテルシェレナへ繋がっていた地下道。1986年元町デパート跡地という高立地に本館がオープンした。本館12階にはスカイチャペルと呼ばれる式場があり話題を呼んだ。 また、テレビ CM も放映されていた。1995年1月17日の阪神、淡路大震災で離災して損傷し、休業。2005年に、跡地が別々に売却され、2006年になって、本館、東館の解体工事が始まり、2007年に本館の解体が、2008年に東館の解体が終了した。西建てを含めたその後の概要については、 跡地利用を参照。西館、東館と本館は別々の業者に売却された。西館については、比較的損傷が少なかったことからそのまま、ホテルとしての再開業が計画されたが、リーマンショック以降の景気の冷え込みによって断念。その後建物を改修して2012年から、賃貸マンション、グランドオールプラザ、神戸レジデンスとして再出発することになった。 2013年3月時点では、建物には、上記の名称の看板が取り付けられていたが、2014年1月時点では、第一グランドホテル西本町の看板に、掛け替えられている。ただし、2020年6月時点に至るまで、ホテルとしては営業していない。旧本館については、当初老人ホームと高さ100メートル、27階建ての、 高層マンションの建設計画が持ち上がったが西てと理由を同じくして2008年に計画が一旦凍結されコインパーキングとして利用されてきたその後2009年春に旧本館部分の北半分に公益財団法人記念記念事業団神戸学生会館が建設されまた2011年に住友商事近鉄不動産などによって高さおよそ75メートル 24階建ての高層マンションザ・レジデンス神戸元町通りが建設され、2014年3月に竣工した。旧東館については、大阪のビル管理会社に売却されたものの長らく、未利用のままだったが、2013年に大阪ガス都市開発、大林申請は不動産などによって27階建ての高層マンションザ・ジアーバネックスタワー神戸元町通りの建設が決まり、 2016年3月に入居開始予定である。ありがとうございます。